第一の秘湯、地球阿蘇原温泉。怖いよ。下を見ちゃダメだよ、ささみちゃん。なんなのよこれは。なんなのよと言われても、見た通りの断崖絶壁じゃねえの。だからどうしてこんなところ、歩かなきゃなんないのよ。しょうがないでしょ、富山県黒部は阿蘇原温泉こそ太陽系7つの秘湯のうちその第一の秘湯なのよ。冗談じゃないわ。立山ロープウェイと黒部ケーブルを乗り継いで黒部ダムから断崖絶壁を延々8時間。愛華さん落ち着いて。足を踏み外したらどうすんですか。どうすんですかって、それ死ぬしか。俺の手を掴んで、しっかり。間一髪。惜しい。気をつけなさいよ。それでなくてもこのコース年に 2,3 人は死んでんだから。ひつかないでよ、三好。危ないじゃないの。そんなこと言わないで。ねえキヨネ、私たち死ぬ時は一緒よね。私はね、あんたをここから蹴り落としたい誘惑に必死で耐えてるとこなの。ほら、アイカ。え？ごちょ、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 やめて、ごちょ、やめて、ごちょ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 、あぶない。ちっ、惜しい。ちょっと、リョウコさん、あなた、私を殺す気？うん。決まってんでしょ、温泉に入るのよ。え、入るってまさか裸で。当然。ねえねえ、水着じゃダメ。温泉に水着は邪道ってもんだぜ。なんだ、せっかく可愛いの持ってきたのに。あんたたち何か考え違いしてるんじゃないの。我々は崇高な使命のため神聖なる儀式を取り行おうとしてるのよ。神の前に偽らぬ己の姿を晒す敬虔な態度が大切なの。何よその最後のは。はい、ダーキちゃん、こっちこっち。もうささみったら、もう入っちゃったの、そんなスパンパンで。なんて走ったな。だってどうせ CD だもん、見えこないんだからいいじゃない。またそんな身も蓋もないことを。しょうがないわね、これも太陽系を救うためだもの。さあ、電池も早く入んなよ。うん、そんな照れてないで、いつものことじゃない。ちょっと電池様、いつもってどういう意味ですの。知りませんよ。みんな入ったわね。ではプロフェッサー、例のメカを。これが呪文エネルギー変換メカだ。あ、そのメカなんかカラオケそっくり。似てるけど違うので、それを使ってどうすんですか。古来より歌舞音曲は神に捧げる儀式であった。このメカを使って一人一曲ずつ全身全霊を込めて温泉の中で歌を歌う。歌を？さすればそのものの精神エネルギーが地脈に呼応し、惑星の外野エネルギーを浄化するというわけだ。やっぱりカラオケじゃない。ただしこれは儀式を司る祭司、つまり歌い手の生命力を著しく消耗するため、一人一回しか歌うことができないの。温泉は7つ、私たちは7人。もしかしてこれが運命、いや宇宙の意志というものでは。そういうもんでしょうか。りょうきちゃんかわいそう、数に入ってないみたいね。では私がまず見本に一曲。ああマイクの調子はいいみたいね。みんな心して聞くように。
ガイア指数は標準時まで回復した。これで地球の浄化は終わったわ。次はいよいよ宇宙ね。よーし、領域。にゃー、さあ行くぜ。早く乗った乗った。ちょっと待ってよ、行くって領域で行くのか。当たり前だろ。だったらどうして最初から領域に乗ってこなかったんだよ。ああ、もうあんな山道8時間も歩くことなんてなかったのよ。涼子さん、どうしてもっと早く気がつかなかったの。お前だって同じじゃねえか。ああ、どうして誰も気がつかなかったのかしら。不安だ、この先がとてつもなく不安だ。